話題のトップエンドモデルであるボーラ WTO45 のホイールバランスの実際でございます。カーボンディープホイールにしてはなかなか優秀な部類ですね。かなりいい方だと思いますよ。これは700C という直径であるロードバイクのホイールにおいて、大体において揺れのピークね、アンバランスのピークは60キロの時に出現します。でそれとですね、あのアマチュアライダーの最高速度っていうのがほぼほぼ60キロぐらいっていうのが妙に一致しているんですよね。何か理由があるんじゃないかなと私は思いますよ。はい、整いました。0から徐々に上げて70キロぐらいまで全域で、そう全域っていうのが大事ですけど、まあブレてません、まあ、これでいいかなという状態になりました。はい、どうも見てくれてありがとうございます。またねー。